j web ラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル2020年に向けたさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していいきますはい、今週は東京都写真美術館で開催中の「島田正野生の瞬間華麗なる鳥の世界」。 こちらの展覧会に注目いたします。スタジオには野鳥の写真で世界的に知られている自然写真家の島田忠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、島田忠さん。はい。あのもう長年鳥のお写真をですね。 り続けていらっしいいやいや今我々の目の前にも今回のね展覧会の図録、まねうん、写真集があるんですよ。綺麗な鳥がはいもう無数にたたずんでたり飛んでたり、うんえー、ねえ 何かしてたり <laughs> ね、ワイルドな写真だったり今、ね、何年間鳥を撮り続けてらっしゃるんですか。そうですね。初めて撮ったのが高校一年、16歳で今年70歳ですから。何年だ。そうなんだ。<laughs> あのその時はあの鳥が先なんですか。カメラが先なんですか。カメラが先。あのね僕はあの45歳の時から 鳥に興味を持ってましてね、<ー>あの埼玉の川越の手前の今富士見の市ってところなんですがそこでうちが農家で、はい、家の周りがあの本当に自然豊かなとだったんですね。はいうん、でなんなんだかわかんないですか、あの野鳥に興味を持った子供だったんですよ。やっぱりあの鳥が飛ぶことに非常にこう 興味を持ってたんですね人間は飛べないのにそうそうあんなちっちゃいスズメが見事に飛んでいくそういうことに多分好奇心があって、えー、かきたてられたんじゃないかと。あじゃあそこからのカメラ写真っていうことに、ね、いや写真はね、うん、16歳まで縁がなかった<ー>、まあ、最初はやっぱり、まあ、当時はねあの野鳥を捕まえて飼ったりっていうのがまあ割と緩やかな、うん、緩やかねね当時は、ねえー、そうです、ね。で 見たいという意識があってああで野鳥を捕まえて飼ってたんですけどね,いいねでまあ23か月とか半年ぐらい飼うと逃がしてでまた次の。うん 新しい鳥を飼うという,う。そうなんだ。え、最初に、その、え、じゃ、取ったのも、その近所の鳥。近所のいういやもう家の周り,周りの鳥は、もうほとんど捕まえちゃったみたい。なるほどね。ただ、うちのおばあさんから。<ー>ツバメと、もう一つ、サンコチョウって、あの、神秘的な鳥がいるんですけど。はい。その二種類は。 神様のお使いだから捕まえちゃダメだって言われてさすがに捕まえなかったそうなんですね、えー、でも現在は北海道にお住まいで、はい、まあそこを拠点としてご活躍されてるわけですけれども、はい、さあ今回の展覧会はたくさんの鳥を撮られている中からですねどんなものを展示されているんですかえ全体でですね180点ほどありますね<で> 半分会場の半分が日本国内のもので、あと、うん、の半分は、えー、パプアニューギニアの鳥です。ね<ー>それがまたね、色がね、綺麗なんですよ。<ー>ちょっと蛍光色みたいなね、羽の色をしてまして。ですね。あの、うん、パプアニューギニアっていうのは世界でここだけにしかいないゴグラク鳥という鳥の仲間がいるんですけどね。俺がもう本当に まか不思議な形と色をしてて、はい、でメスに求愛のダンスをするんですが<ー>これがまた面白いんですよでもその野鳥がい,いる場所っていうのは限られてるわけじゃないですか、えー、それはご自身でリサーチしていかれたりするんですか、はい、そうです全て僕はあのー。 人と一緒に撮影するのが嫌いで、うん、あの16歳の時から常に一人で,、うん、でなおかつ自分で見つけたものしか撮らない、うんでそれはやはり小さい時からこう野鳥を観察する癖がついてたんで。うんはい でそれが写真を撮るようになって生かされたという。用事体験がすべてですね。ええ、その鳥のいろんな瞬間があると思うんですが、うん、あの島田さんがここって思う瞬間はどのように決めてらっしゃるんですか。それはやっぱりあの根本にね、あの鳥が飛ぶことの不思議さというものがあって、やはい鳥は翼ですよね。で。 目にもすから、えー、その瞬れをまあカメラねあの写真であればまあ静止画で押抑えたいと。そ,それを機械カメラという機械の力を借りて写し止めるとでそれはまあ例えばカワセミのハンティングであったりとかまあ本当に目にも止まらぬ瞬間っていうものとでもう一つ僕には別の世界があってまあ 日本画の花鳥画のような、えー、ああいう美しいものうそういうものも好きなんですけどそれはまあもちろん風景ととも一体なるだからすごく鳥のそういう生態というかね、はい、もにも注目されてるでしょうしその鳥がいる場所の風景との鳥の絵っていうのにも注目されてるってことですよね。そうですねうやはりこう日本に昔からある 水墨がなんかの洋、ね、式美もそれから、まあ、あの油絵のような強烈な色彩も<ー>全てが自然の中にはあるわけで,、はい、でそういうのはやはりその都度感動したものを映像化していきたいとうんそれでまあやってますけどね。はい例えばねもう正面飛んでて こっち正面向いてる鳥とかの写真を見たときに、はい、<laughs> やっぱ自分も普段見慣れてるその、ね、スズメレベルっていうとしてるんですけど <laughs> 周りにいる鳥とは別になんか。 ドキッとするというか、うん、何かざわっとするものがすごく写真の中にたくさんあるんですよ、うんうん、それはね気づかせていただきましたありがとうございますということで今日ご紹介しました島田正野生の瞬間華麗なる鳥の世界は9月23日月曜日までエビスにあります東京都写真美術館で開催していますそしてですね今日この後午後2時からは島田さんが撮影監督を務めました NHK の番組 ダーウィンが来たとワイイルドライフの特別上映さらにトーークショーが開催さされますら、はい、に明日25日の午後2時からは島田さんが自然や写真について皆さんからの疑問に優しく答えてくれるというネイチャートークも開催されますのでぜひ、まあ、ねもちろん展覧会と合わせてお楽しみください。えー、詳しいことは東京都写真美術館の公式サイトをご覧いただければということですね。 今日は自然写真家の島田忠さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございますありがとうございました